こんにちは、眼科専門医の平松瑠衣です。目の病気についてお話ししていきたいと思います。ちょっと視力が下がった、そんな時があると思います。視力の検査をすると、前は 1.0 だったのに 0.9 だった、 1.2 だったり 1.0 だった、そんなこともあるんですけど、視力というのはちょっと考え方が変わっています。こんな感じで視力検査をして、これだとそうですね、右とか左とかそういうふうに判定するわけですが、この点とこの点が離れているということを認識して視力という言い方をします。で、実際視力はこんな感じで 0.1、0.2、まあ、0.3、0.4、0.5 と中があって 1.0、2.0 みたいな表現をします。ログマー視力という本当の力、まあこれは小さいほどいいわけなんですけれども、0.1 と 0.2 の差は普通の視力でいうと 0.1 の差です。で、ログマー視力というのが、まあ、本当のいわゆる視力なんですね。ただ、いつも普段から0.1 を 1.0 と言ったり、0.2 を 0.7 と言ったり、むしろ 1.0 を0と言ったりすると、もう訳がわからなくなってしまうので、普通はこのいわゆる小数視力という視力を使うんです。ただ本当の差はこのログマー視力という差で、 0.1 が 0.2 になると、まあ、0.3 分良くなったという表現ができます。一方こっちを見てみますと、これも 0.3 が0なんで 0.3 分良くなっているわけなんですけども、いわゆる普通の視力の差でいうと 0.5 が 1.0 になっているわけなんです。ちょっとややこしいですけれども、0.1 が 0.2 に視力がアップしたということと、 0.5 が 1.0 に視力がアップしたということは、ほぼ同じぐらい視力が良くなっているんです。ここら辺を勘違いしてしまうと、大きい数字と小さい数字で差がかなり違うんですね。つまり小さい視力の差は大きくなります。 0.1 と 0.2 の差はかなり大きくなっています。大きい視力の差は小さいです。0.8 と 1.0 はちょっとの差になります。ですから、調子によって、例えば 1.0 だった視力が 0.9 になったり、0.8 になったり、また 1.2 になったり、2.0 になったり、そこら辺の数字っていうのは結構大きくずれることがあります。ただ、例えば 1.0 と 0.2 だとかなり大きい差なので、例えば 0.3 の人が 0.1 になった、0.2 の人が 0.1 になったとなると、かなり大きい差になってくる。ですから、普段の視力検査で、前回 1.0 だったけど、今日は 0.9 だったというのは心配しなくていいです。一方で、前回 0.3 だけど、今日は 0.1 だったという場合は、かなり、悪くなっているので、原因をちゃんと調べなければいけなくなります。